どうもこんばんは、桃太郎でございます。2023年5月の25日に発売予定の新型 K スーパーハイトゴンデリカミニでございます。予約受注が4月5日の時点で9000台を超えておりまして、人気と話題集めておりますよね。三菱 EK クロススペース、これのビッグマイナーチェンジ版ともいえるデリカミニ、3年前にですね、この三菱 EK クロススペースについてですね、Nbox オーナーから見て羨ましいところ、装備についてですが、それとちょっと残念なところという動画を出しました。で、さらにはですね、先日このデリカミニ、三菱 EK クロススペースの兄弟社でですね、三菱自動車工業の、水島製作所で作られている日産ルークスのマイナーチェンジが行われましたので、その装備についても改めて動画をアップいたしました。3年前にも日産ルークスの動画を上げてまして、それの更新版みたいな形で上げさせていただきました。ということで今回はですね、新型デリカミニの先進装備について見ていきたいと思います。自動車選びは先進装備だけでないことはもうもちろん論なんでございますけれども、重要な要素であることは間違いないと思われますので、よろしければお付き合いください。現行ホンダ Nbox カスタム L ターボにはない三菱デリカミニ T プレミアムの先進装備ということで、モデルグレードによって装備には差がありますが、今回は Nbox カスタムの L ターボとデリカミニ T、ターボですね、これのプレミアムの FF モデルでの違いということで話を進めていきます。またデリカミニはですね、 4WD モデルの方が、多分圧倒的に選択される方多いとは思うんですけれども、私がこの Nbox の FF 肉の方を所有しておりますんで、その目線ということで申し訳ないんですけれども、今回は FF モデルの違いということで、進めていきたいと思います。はい、それでは見ていきたいと思います。まず一つ目は、ルークスでもおなじみですが、前方衝突予測警報PFCW ですね。ルークスではインテリジェント FCW って言ってましたけれども、いわゆる2台前を走る車両をレーダーでモニターするということですね。ミリ波レーダーで、これは急な減速など自社から見えにくい前方の状況変化を検知して、減速が必要と判断した場合にはドライバーに注意を促してくれるということですね。ブレーキの踏み遅れによる衝突事故の回避をアシストしてくれるということで、安全性においても非常にありがたい機能じゃないかなと思いますね。続いてハンズフリーオートスライドドアでございます。キーレスオペレーションキー、ホンダではスマートキーと言ってますが、を携帯している状態で、助手席運転席どちらもついてますが、電動スライドドアの下に足先をスッとサッと入れるだけでドアが自動で開閉してくれるという機能でございますね。両手下がっている時には非常に重宝するんじゃないかなと思いますね。あとはセンサーの感度が上がっていればいいですけどね。電動格納式ヒーテッドドアミラーになりますね。ドアミラーの中に熱線が内蔵されているため、雪とか、あと雨滴の付着を防ぐことができます。Nbox でいうと 4WD のモデルにはこれついてますが、肉モデルにはついてないですよね。はい、それから続いてはルーフレールになりますが、これは SUV タイプということでデリカミニが。なのでついているんで、Nbox は最初からついてはいないんですけれども、ついていると、ありがたい面もあるのかもしれないですけどね。私はここに荷物を積むってことは今のところないんですけど。そしてステアリングヒーターですね。これは非常に嬉しい装備。運転席と助手席の座面の一部を温めるシートヒーター。それから後席の足元に温風を送り込むリアヒーターダクト、この辺は Nbox もついてますが、さらにステアリングヒーターも設定ということで、寒い日ね、これ手がかじかんでる時は非常にありがたいと思います。これ Nbox にもぜひつけていただきたい。はい、続いて樹脂ラゲッジボード &PVC 後席シートバッグになりますが、これも SUV タイプ独特なんですが、濡れたギアも気にせず詰めるということで、樹脂仕様のラゲージボードと PVC 仕様の後席シートバッグを設定と、濡れたり泥のついたアウトドアグッズも気にせず積むことができますよということですね。Nbox なんかはこのラゲージスペースのところって結構生地が貼ってあったりするんですけど、やっぱりあれ汚れると嫌なんで、結局はなんか引きたくなりますから、もう最初からこうなっててもいいんじゃないかなというふうには思いますね。ちょっと質感はね、下がるのかもしれませんけど、見た目の。はい、で撥水シート生地、合成比較&ファブリックプラス
PVC シートバッグということで、まあこちらも先ほどの FUV 仕様ということで、濡れても拭き取りやすいシートはアウトドアにぴったりということで、飲み物をこぼした場合でもすぐに拭き取ることができると、水遊びの後でも気にせず乗るということですね。だからこの辺はね、まあ、用途、車の用途によって違うとは思うんですけど、機能的には非常にありがたいんだと思うんですよね。続いて充電用 USB ポート、まあタイプ A ですけどね、 ×1 ということで、助手席シートバッグ、まあスマホを充電できるのが NBOX は、あのいわゆるこの助手席の後ろとか運転席の後ろ、いわゆる後席に乗ってる人のためのスマートフォンの充電がないですよね。充電用の USB ポートがね、これはありがたいんじゃないでしょうか。まあ、ただ、このデリカミニはシートバックテーブルはもう助手席しかないようですね。それから続いて助手席シートアンダートレイ車検証入れ付きということで、助手席シートの下にですねアンダートレイ付いていると。私はあのシンデレラフィットということでダイソーで見つけた、まあ、ケースを入れてるわけですが、これそのケースでもそうなんですけど、前からこう引き出すこともできるし、後ろから引き出せるっていうのが非常に便利でして、まあそれができるっていうのはすごく考えられてますよね。これはかなりいいんじゃないでしょうか。続いては運転席 FRF2 エアバッグでございますね。まあ運転席エンド助手席 FRF エアバッグ、それから FRF サイドエアバッグ、 FRF カーテンエアバッグ、ここまでは NBOX に付いておりますが、ドライバーのまあ脚部ですね、足部を受け止めて下肢の障害を軽減するとともに姿勢を維持することで保護効果を高める、運転席 FRF2 エアバッグも標準装備ということで、まあ足守ってくれるんでね、これはもうあったらあっただけ嬉しいと思います。ヒルディセントコントロールでございますね。これもまあ FUV 車に多い機能とか装備でございますけれども、急な下り坂もブレーキ制御で安心ということで、アウトドアの険しい傾斜はもちろん、立体駐車場の急なスロープなどを下るときにスイッチオンにすると車がブレーキを制御して、まあ、車速4から2キロの範囲でコントロールしてくれるということですね。ハンドル操作に集中できるので安心して下ることができるということで、あの NBOX、 私もね、近所のスーパーに立体駐車場あって、2階から降りるんですが、結構急なんですよ。でパドルシフトで、一番下まで下げるんですけど、やっぱりね、エンジンブレーキ甘いんですよね。それだけではこうゆっくり降りれないんで、これあったら非常に嬉しいなと思っております。続いてデジタルルームミラーマルチアラウンドモニター付きということで、まあ、デジタルルームミラーが標準装備ということですね。まあ、デジタルルームミラー、私、まあ、社外品の後付けのものを今使ってますけれども、やっぱりその後ろに何があってもいいというか、後席に何があっても大丈夫、それからラゲージルームに何があっても後ろが見えるっていうのは非常に便利ですし、あと夜ですね、夜が非常によく見えるということで、まあ、結構デジタルルームミラーは私おすすめなんですけどね、まあ、ちょっと距離感がね、なかなか合いにくいっていうのはあると思うんですけど、まあ、最近はこう拡大できるやつも出てますから、もうこれがあると非常にいいんじゃないかな。で、まあ、壊れたりした時は普通のミラーにも変えれるんでね、便利じゃないかと思います。でさらにですね、ここにマルチアラウンドモニター、移動物検知機能付きというのが付いています。まあ、見下ろしているような映像で駐車時も安心、運転席から視認しにくい周囲の状況をデジタルルームミラー内のモニターに表示と、安全を確認しながら駐車を行うことができると。また自社の周囲を移動する人や自転車などを検知して注意を促す機能も搭載しているということですね。非常に便利な機能なんですけども、こうちょっと気になるのがね、こう尾行みたいに書いてあったのが、ディーラーオプションのオリジナル旧型ナビゲーション、オリジナル旧型ディスプレイオーディオに TG に標準装備のリアビューモニターの映像を表示することはできないって書いてあるんですよ。メーカーオプションの先進安全パッケージ、まあ、デジタルルームミラーですね、マルチアラウンドモニター付きのマルチアラウンドモニターを選択した場合には、マルチアラウンドモニターの映像をナビ画面に表示することができるということなんで、今回のこのデリカミニの T プレミアムに関しては標準装備でこのデジタルルームミラーとマルチアラウンドモニターが付いているんで、これ多分ナビつけても映らないみたいなんですよ。だから
このデジタルミラーの中でしか映らないっていうのがちょっと気になりますね。これかなり小さいと思うんですよ。やっぱりできれば大型のナビのとこに映したいですもんね。まあ、今後改善されるのか、なんかそういう社外品でキットが売られたらいいんですけどね。これちょっとはっきり聞いてないんですけど、まあご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えていただければと思います。パーキングセンサーですね。まあこれは先ほどのあのマルチアラウンドモニターの移動物検知機能と絡んでますけれども、 NBOX の場合はリアのパーキングセンサーというのがついてますが、フロントはないんですよね。こちらはもうフロントのセンサーも最初からついておりますので、車速10キロ以下でですね、前進中にソナーが障害物を検知した場合はソナー表示とブザーでお知らせしてくれるということなので、フロントもそういうことになっております。続いてリアサーキュレータープラズマクラスター付きでございますね。これ NBOX 以外の軽スーパーハイトワゴンは大概最近、まあオプションも含めて付いてるんじゃないかと思うんですけど、 NBOX ないんですよね。まあ、後席に風を送って空気を循環させるリアサーキュレーターにプラズマクラスターを搭載と、空気の浄化や脱臭、静電気除去など移動空間に嬉しい効果をもたらしてくれるということで、これはまあよくね、特に後席使われる方にとってはもう必需品に近いんじゃないかと思うんで、まあ、NBOX も時期はつけてほしいなと思う機能でございます。まあ、ということでですね、ちょっとバーッと言ってきましたけれども、以上が私が気づいた範囲ではございますけれども、NBOX カスタム L ターボ FF にはない新型デリカミニ T プレミアム FF の先進装備でございました。で、最後にですね、車両本体価格というのを見ていきたいと思うんですけれども、まあ、最近あの日産ルークス、それから NBOX は価格改定、まあ、実質値上げが行われましたんで、その辺も気になるところなんですが、見ていきますと、この今回の三菱デリカミニ T プレミアムはですね、200万飛んで 74,600 円、車両本体価格ですね。それからホンダの NBOX カスタムの L ターボは200万飛んで 24,000 円、そして日産ルークスハイウェイ2G ターボプロパイロットエディションは216万5900円となっておりますですね。まあね、あのそれぞれ装備のありなしっていうのは互いにあるとは思うんですけれども、デリカミニはですね、 NBOX よりこんだけ装備が充実していて、まあ約5万円高いだけなんですね。で、一方兄弟車のルークスよりはですね、約9万円も安いということで、現時点ではこれかなりコスパすごいんじゃないかなと個人的には思っております。で、パドラーの私としましてはですね、兄弟車のルークスと比較して、まあ、EK クロスペースの時からそうなんですけど、このデリカミニ、パドルシフトが装備されているのは非常にいいなと思います。で、今回のデリカミニはですね、まあ、軽スーパーハイト SUV ということなんで、現状の NBOX とはちょっとジャンル違うとは思いますが、まあ、時期ですね、 NBOX では SUV タイプが、まあ、話題になってますから、本当に発売されるのか、そしてライバルとしてはスズキのスペーシアギア、それからダイハツタントファンクロス、それらの今後の動向も気になるところじゃないでしょうか。はい、ということで本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方はチャンネル登録、あとグッドボタンで応援していただければ嬉しいです。あとブログ、ツイッターもやっておりますので、そちらもぜひ見てくださいね。それではまた。